1980年のロードレース世界選手権1980年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第32回大会となる。ベネズエラ GP とオーストリア GP の2戦がキャンセルされた1980年はシーズン序盤でポイントを稼いだ。ヤマハのケニー・ロバーツが3年連続タイトルを獲得した。鈴木はチームを離れた。 バリーシーンに変えて、ランディ・マモラをエースに起用した。また、川崎が 500cc クラスに復帰し、革新的なモノコックボディを持つ4気筒マシン KR500 をコークバリントンに与えた。ホンダは、前年にデビューしたエキゾチックな4ストロークマシンの NR500 で挑戦を続けていたが、2ストロークマシンと戦うには、圧倒的に不利であることに気づき始めていた。 わずか6戦の開催となった 350cc クラスでは、南アフリカのプライベーターであるジャニークロードが、川崎のワークスライダーであるアントン・マンクを抑えて、タイトルを獲得するという快挙を成し遂げた。そのマンクは、ディフェンディングチャンピオンのコーク・バリントンを抑えて 250cc クラスタイトルを獲得し、125cc クラスでは、ピエール・パオロ・ビアンキがチャンピオンとなった。 50cc クラスでは、エウジーニョ・ラッツァリーニが、ステファンドルフリンガーとの熾烈なチャンピオン争いを制し、わずか2ポイント差でタイトルを獲得した。ありがとうございます。